の星、石破茂幹事長から激励のご挨拶をいただきます。皆様おはようございます。寒い中お出かけをいただきましてありがとうございました。また南烏山商店街の皆様、歳末でお忙しい時分ご商売のお邪魔をいたしまして申し訳ありません。またご近所でお働きの皆様、お騒がせお詫びを申し上げます。私がただいまご紹介をいただきました自民党幹事長の石破茂でございます。4日目となりました。初めて私東京へ帰ってまいりました。初日私は沖縄から始めました。あの鳩山さんの国外最低でも県外という愚かな一言が全ての始まりです。日本の外交、今越智候補が申しましたようにあの一言からガタガタになりました。沖縄が初日でした。2日目は北海道へ参りました。昨日は岩手、宮城、福島、被災地をずっと回ってまいりました。日本国中あらゆるところで大勢の人たちが政治の復権を、真っ当な政治がもう一度戻ることを心から待ち望んでおられます。我々自民党は政治がお笑いのネタになったり、ワイドショーのネタになったり、面白おかしくあざけり笑われる、そのような政治をやめなければなりません。誰がなっても一緒さとか、どの政党がやっても一緒ですよね、そんなことはありません。誰がやっても一緒なのではありません。どこがやっても一緒なのではありません。愚かな人たちが、その場さえ良ければいい人たちが、責任を取らない人たちが政治をやれば国はこんなにも落ちるものだ、一人一人の暮らしはこんなにも悲惨になるものだ、被災地へ行って仮設住宅に行って、もう2年近く経とうというのに、寒いですよ、狭いですよ、その中でじっと助けを待っている人たちがいます。それは被災地のみならず日本国挙げての思いだと私は思います。もう民主党の批判をすることはいたしません。有権者の方々がよっぽどよくご存知です。なんといった彼らは、子ども手当は2万6000円、高速道路は全部タダ、最低保障年金7万円、農家の皆さん損したらみんな国が金を払う、何一つできなかったではない。消費税なんか上げなくたっていいんです。無駄を省けば金はいくらでも出るんです。出なかったではない。やると言ったことはやらなかった、やらないと言ったことはやる、世の中ではこれを詐欺師というのである。このような集団がこれ以上日本の国政を担うことは断じて許されない。ろくな大臣も出なかった。私の防衛の分野で言えば、私は素人ですという人が臆面もなく防衛大臣をやっている。自衛官の立場に立ってみろ、私は素人ですという人が指揮官であるということがいかに怖いか考えてみろ、あっという間にクビになる。次は誰がなるかと思った。田中直樹というもっとすごい人が防衛大臣だった。私はひっくり返って驚いた。この人には怖くて質問ができない。何こそ口走るかわからない。これ全くみんな。とうとう民間人が防衛大臣をやっている。要は国会議員の中に防衛大臣ができる人が一人もいない。そういう集団が民主党なのであって、もういいです。これ以上言いません。第三極と言われる人たちが、なぜ、誰がどこと組むのよくわからない。日に日に組み合わせが変わる、政策はあっという間に変わる。代表は原発を動かすといい、代表代行はそうではないといい、これは一体何なの。では未来の党というよくわからない党がある。
言ってることがよくわからない。誰が代表だかよくわからない。顔は小沢さんだが、失礼、顔は加田さんだが、中身はどうも小沢さんだし、あれ小沢さんの得意技、ふわふわっとしたかっこいい人を立てて、自分は後ろであれこれ操ります。昔海部さんって人が総理大臣、総理は軽くてパーがいいと小沢さんが言ったとか言わないとか、本当のことは誰も知らない。畑さん、細川さん、鳩山さん、大勢そういう人たちを立ててきたが、後ろでは小沢さんがみんな操っていた。もうそんな政治もやめにしたい。私たちは民主党の無責任政治も、当選するためだったら誰とでも組むよ、当選するためだったら政策も変えるよ、そういうような第三者、もう有権者の皆様方がご判断になることだから、もうよろしい。問われているのはまさしく我が自由民主党が何をするかと。自由民主党はなぜ3年前にあれほど敗北をしたのか。郵政であまりに議席を取り、長い間与党だったので、いつの間にか有権者に対する恐れの気持ち、感謝の気持ち、謙虚な気持ち、親切な気持ち、それをなくしたと思われたから自民党は大惨敗をしたのである。我々はもう一度謙虚で誠実で正直で丁寧な自民党として再出発をして、有権者の皆様方に信を問います。もう一つ、自民党は本当のことを言わねばならないのだ。本当のこと、道路、橋、鉄道、港湾、空港、トンネル、次の時代に残るものは次の時代の方々にご負担をいただいてもよろしい。だけど今の時代を生きる金は今の時代で払わなくてどうするんだ。医療、年金、介護、今の時代を生きる金を次の時代に付け回しをしていい、そんなことには絶対ならないのであって、消費税は上げませんよって言った方がそれはみんな喜ぶ。だけど次の時代に付け回しをして1000兆円も借金を残した、私たちはそのことを反省をしながら、消費税を上げるためにどうやって経済を良くするかということを考えていかねばなりません。まさしく落ちた顔の出番であります。生きた経済を知っている、空に空論ではない。日本の国はお金がなくて不景気なわけじゃないんだから、お金が回らないから不景気なんだ。どうやったらお金が回る。高齢者の方々に安心を保障しなきゃ限り、高齢者はお金を使ってくださらない。高齢者に安心、若い人はそもそも金持ってないんだから、持ってない金は使いようがない。どうやって若者に雇用と収入、それを考えるのはプロの政治というものであって、花坂じいさんではあるまいし、お金をばらまいてもそれは金がなくなったら終わりなのであります。金が回る、生きた経済、隙があるからつけ込まれる、隙があるからロシアの大統領がやってくる、韓国の大統領がやってきて、もし天皇陛下が恐れ多くも韓国を訪問したければ詫びろなぞという暴言を吐く、中国の船はやりたい放題、香港の活動が来てとっ捕まえても無罪放免、こんなものはもはや法治国家ではないのであって、隙のない日本を作っていかなければならない。法制を整備し、装備を充実し、日米同盟を強固たるものにしなければ、いつ北朝鮮からミサイルが飛んでくるかわからない状況にあって、日本の安全保障、日本の外交、自由民主党は必ず強固なものに作ってまいります。我々は3年3ヶ月の民主党政権で失われた日本の誇り、日本の自信、日本の責任、日本の活力、日本の信頼、自由民主党落ちた顔は必ず日本の自信と日本の誇りと日本の責任、日本の活力、日本の信頼、落ちた顔が取り戻してまいります。最後に一つ申し上げます。
昨日の新聞、あれは一体何だ。自民党過半数の勢い、自民党多数の勢い、あのようなことを信じてはいけません。まだほとんど投票に来てないじゃん。なんでそんなことが分かるんだ。そんなことがあるわけやろ。選挙3日目で自民党は有利である、勝利の勢いである、そのようなことに仮にも惑わされて、勝つんだったら行かなくてもいいや、勝つんだったら運動これ以上しなくてもいいや、そのようなことになってこの戦いを勝つことはできないのである。我々自民党は最後の最後まで全身全霊、これ以上はできない、その選挙を展開しなければなりません。新聞に調子がいいなど書かれて、いささかでもおごりや高ぶりや緩みがあれば、この選挙は負けであります。仮に自由民主党が敗れるようなことがあれば、保守党が敗れるようなことがあれば、それは自民党の終わりなのではありません。我が日本の終わりである。その責任感、使命感を持って、我々は報道に惑わされることなく、野党なんですか、挑戦者なんですか、ようやっと相手の背中が見えてきた、それが今の落ちた顔であって、さらに2倍3倍全身全霊、日本国のために、自由民主党公認落ちた顔、全身全霊でお願いをいたしてまいります。どうか烏山の皆様、お出かけをいただきました皆様、区民の皆様、落ちた顔、全身全霊日本のために働いてまいります。必ず日本を立て直す落ちた顔、どうぞあと一歩あと一息、落ちた顔にご支援ご支援、これからお願いして、幹事長石破茂ご挨拶といたします。どうぞよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。石破茂幹事長、ありがとうございました。日本を取り戻す落ちた顔、負けられない落ちた顔、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ここで